丸くん、イグロさん、勝てた。ああ、勝った。ムーさんは死んだ。よかった。体が全然痛くないや。もうすぐ私、死ぬみたい。俺もすぐ死んだが、君は一人じゃない。イグロさんには、死んでほしくないな。私、あんまり役に立てなかったよね。ごめんね。そんなことはない。頼むから、そんな風に言わないでくれ。初めて会った日のこと、覚えてるかい？うん。イグロさん、親方様のお屋敷で、頼ってた私を、助けてくれた。違う。逆。だ、あの日に会った君が、あんまりにも普通の女の子だったから、俺は、救われたんだ。些細なことで、はしゃいで、鈴を転がすように笑い、柱になるまで、苦しい週のあっただろうに、それを、少しも感じさせない。君と話していると、まるで自分も普通の青年になれたようで幸せだった。他のみんなもきっと同じだったよ。底抜けに明るく優しい君はたくさんの人の心を救済している。そう、胸を張れ。俺が誰にも文句は言わせない。俺でいっといてくるなら、絶対に君を幸せにする。今度こそ知らせない。必ず守る。